品物とは違う。バイが終わったら2時間で片付けて出発するだろ。そんなことできるわけないだろ。サーカーマスが頼むよ。ロビンソンの意向なんてね。全く冗談じゃないわ。おい、上がった。こんなに早く出たいんならあいつにも装置の解体を手伝ってもらおう。なんだ。すみません、マッケナさんは。伝言があるなら俺から伝えといてやる。いいか、もう一度言うけどな、芝居が終わって2時間で舞台装置を全部片付けて出発するなんて無理だ。そんなことは考えてもいません。いいえ、考えてます。娘はあなたにはやりません。いいえ、必ず我が妻に迎えます。私の目が黒いうちはダメ。うるさい、セジリ。お前が口を出すことではないわ。よしてくれ。おいおい、どうしたみんな。これは喜劇だぞ、リア王じゃないんだ。そんな芝居をしたら脚本家が泣くだろう。すみません。ねえ、ちょっと稽古中申し訳ないが、マッケナさんはどちらでしょうか。もう少し俺のセリフにかかってくるわ。よし、それじゃもう一回やってみようか。ここの初めから。結納金は一括してもらえるのかな。月々の分割金、お好きな方で結構ですよ。ちょっとやめてちょうだい。よし、もう一度。娘はお金を払えば買える品物とは違うんですからね。マッケナさん、お話があるんですが、よろしければ。マッケナさん、いや違うな、エリーズ、その、ダメだ、マッケナさん、やはりマッケナさんで行こう。僕はその、びっくりしちゃったの。で、ご用は何。こんなに色っぽい女優を見るのは初めてなのかしら。マッケナさんを探してるんです。うん、多分湖に散歩に行ったと思うわ。ありがとう。あ、気をつけろ。どうもすみません。あなたなの。そうでしょう。ええ。大丈夫。ええ、心配しないで。驚かせたから。いいえ、大丈夫。でも震えてる。ディナーに行く時間だ。お話があるんです。どうかしたのか。あの男は誰だ。知らないわ。名乗らんのか。そんな時間もなかった。でも会話してたじゃないか。いいえ。
少しだけよ。振り返らなくてもついてきてる。先に行け。私もすぐ行く。ホテルにご滞在で。ロビンソンさん？ホテルの客なのか。ああ、ええ、そうです。マッケナさんにつきまとうのはやめていただきたい。やめないとホテルからつまみ出す。何を言ったの？ああいう男にいつも言うセリフだよ。2幕目の衣装だが、あまり良くないな。作り直させよう。後でマリーに相談しに行くから。